中国国内 EC サイトジンロンの使い方徹底解説、はい、ということで皆さん大変お待たせいたしました、はい、前回の動画で私ちらっと申し上げましたけれども、ファーウェイバンド6 Pro を、はい、中国国内 EC サイトジンロンで購入してみたわけなんですけれども、これがねめちゃくちゃ便利だった、もうとにかく便利だったので、これはちょっと皆さんに紹介したいなということで、今回はこのジンロンの使い方をですね、皆さんに分かりやすくね、徹底解説していきたいと思います。まずはですね、まあ、Google Chrome でもいいんですけど、何でもいいんですけど、まあ、検索エンジンで、ジンロンと、まあ、ローマ字で打ってください。もしくは JD.com ね。JD.com でも出てきます。そうすると、こういうふうにね、ドンと出てきます。はい。で、ここでちょっと皆さん、あれちょっとなんかもう、わけが分からないんだけれども、というふうに思うかもしれません。そう。基本これね、中国語なんですよ。だから、Google Chrome の、この Google 翻訳を使って、英語とか日本語に、変換する必要があります。うん、中国語わからない方はね。うん、なんですが、ちょっとね、なんかわかんないけど、なんかその Google の気まぐれによってたまにね、これホームページがトップページに関しては、俺のブラウザはね、なぜか、翻訳が出てこない時があるんで、こういうふうに今現状出てないですけど。ということで、まあじゃあ早速使い方入っていきたいんですけど、その前にこのジンロンのメリットというかね、アリエクスプレスとかアマゾンを差し置いて、何が素晴らしいのかというところをね、解説する必要があると思います。このジンロンっていうのはそもそもね、中国国内で現在 EC サイトのシェア率第2位に君臨している、まあ巨大な EC サイトになっておりまして、ちなみに第1位はタオバオね、うん、アリエクスプレスとかの運営している、アリババグループのタオバオというものがあるんですが、それが第1位なんですが、それに次ぐ第2位という、巨大な規模を誇っているものになっております。ちなみにね、昔俺が住んでいたインドネシアにも、ジンロンって、ね、進出していて、かなりね、信頼性とか安全性で、他の EC サイトよりも、非常に認知度が高くて信頼を置けるウェブサイトでして、まあ、それくらい個人的にもね、これ今回ジンロン初めてでしたけれども、使ってみて非常に安全だったので良かったなというふうに思います。まあ いやということで、まあそのジンロンのメリットは何かと言いますと、まあこれ前回の動画でも言ったんですけど、まず一つは超最新鋭の超最新の中華ガジェットを誰よりも早く入手することができるというのがまず一つありますよね。アリエクスプレスとかだと、まあ中国国内のこういった EC サイト、ジンロンとかタオバオとかで出品されたものを、まあ公式のストアだったり、いろんな転売屋の人がアリエクスプレスに出品して、でそれを我々が買うことができるというスタイルになってるから、基本的にちょっと、ね、タイムラグがあるんですね、中国国内発売された時期からね。なんですが、このジンロンに関しても中国人が中国国内で使ってるウェブサイトなんで、本当に中国本土で発売された製品が同じタイミングで我々も購入することができるというのが、まあ一つメリットでございまして、二つ目は前回の動画でも言いましたけれども、やっぱり納期がめちゃくちゃ早い。うん、最短3日で取れます。3日。まあちょっと今回ね、これね、初めて俺使ったということもあって、ちょっといろいろ調べてみたら、いろいろからくりがありましたんで、そこら辺もちょっと踏まえて解説していきたいと思います。じゃあ早速ね、使い方を紹介していきましょう。まずはアカウントを作りましょう。で、まあ俺みたいに中国語じゃなくて、きちんともう Google 翻訳適用できてるって方は、まあここにこうやってこんにちはアカウントを作りましょうみたいな出てると思います、日本語ね。なんですが、まあ俺みたいには中国語のままだよっていう人は、ここニーハオ性登録って書いてある。もうここから辺やっぱ日本人の特権な、わかるんだよな、もう漢字でな。これが要はアカウントを作りますということなので、ここポチッと押してください。アカウント作成のためのページが出てきます。あ、でそうそう、一つ言うの忘れてたんですけど、このジンロンっていうのはスマホ用のねアプリケーションもありますが、基本的にノートパソコンとか、まあこういったPC でやることをお勧めします、最初の登録に関してはね。というのもね、アプリに関しては俺が使ってみた限り日本語とか英語にね対応してないんですよ。もう基本的に全部フルで英語で、こういうふうに Google Chrome のシステムを使って翻訳することもできないので、基本的にはやっぱり最初慣れるまではこのブラウザで、まあ、PC でやることをお勧めします。はい、はい、そしたらこのアカウントログインというところを押して、今すぐサインアップというところを押してあげます。そしたら、これね、SMS 認証が必要なので、今これ中国の番号なんてね、国番号がね、なのでこれ日本の番号ありますから、これなんか同意してくださいみたいなので同意します。そうするとこういうね、出てくるでしょ。日本。幸いのことに、かなり一番上の方にあるから、これ日本にしてあげて、で、皆さんの携帯の電話番号をね、だからこれ、注意点としてはプラス81が追加されてるんで、一番頭の0は、
あの取ったあの数字を打ち込んでください。例えば080だったら一番最初の0を抜いて80なんとかかんとかっていう風に入力してあげるということね。本来であれば080123456788とかだと思うんだけど、この、トップの0を抜いてあげます、うん、これで、ボタンをクリックっていう風にやると SMS 認証の、ワンタイムなりパスコードみたいのが皆さんの携帯電話の方に飛んできますから、その、番号を入力してあげる と、アカウントを作成することができます。で、アカウントが作れたら今度はまあ、ログインをしてあげるということでございます。次はお目当ての製品を探してみましょうということでございます。ここが一番楽しいところなんですよね。はいはい。検索の仕方としてはもうあのアリエクスプレスとかと同じですね、うん、この検索ボックスのところに、まあ、自分がね、探している欲しい製品をちょっとタイピングしてみます。基本的にこれは、ね、英語で打ち込みます。英語というかローマ字ね。ファーウェイバンド6 Pro とかってやると、まあ、これをこのまま英語のままでもいいし、これあの中国語のあの何あのサジェッションが出てきます。これ選択してもいいし、これでとりあえずポチッと検索というふうにかけるとこういうふうにですね、うん、ずらっと出てきます。でここでやっぱ注意しないといけないのは、これアリエクスプレスとかまあアマゾンとかもそうですけどと同じね、うん、基本的にまあアマゾンとかの場合は日本語であの対応してるし、あのなんていうのか日々ね我々が使い慣れたあの EC サイトなんでまあまあいいとしても、こういったアリエクスプレスもっていうと今回のようなこのジンドンみたいなものに関してはあの俺の考えとしては基本的にまあフラッグシップあのストア、この公式のオフィシャルストアで買うようにしましょうということでございます。まあこれはまあ基本的に俺はアリエクスプレスでも徹底してるところですね。これをねやっぱりあのオフィシャルストア、公式のストアじゃないよくわからないところで買ってしまったりとかすると、後でね発送するのが遅かったりとか、もしかしたら発送されてもなんか なかなか届かなかったりとかねしたりとかあのする可能性もありますし、何かもしトラブルがあった時にきちんと対応してくれない可能性がありますので、俺のスタンスとしてはもうオフィシャルストアで買うということなので、これは本当に皆さんにね推奨したいというかおすすめしたい点ですね。でオフィシャルストアっていうのは中国語で俺調べた感じというか俺が使ってる感じ、あの旗艦店ね、日本でも旗艦店っていうじゃないですか、フラッグシップストアって言うんですけど、漢字で旗艦店っていう風に書いてあるものが基本的にはね、オフィシャルストアだと思って間違いないと思います。うん、で、なんかこの、なんていうの、ジンドンのこの、なんていうかな、あの、検索エンジンの、あの、SEO のアルゴリズムの関係なのか、ものによっては、俺、現状、今もそうですけど、あの、この間は出てたんだけど、今、現状、ほら、こういうのに、ファーウェイバンド6 Pro の、公式から発売されてるものはトップにないんですよね、ほらね。旗艦店って書いてないでしょ。この、これはファーウェイっていう意味だから、ファーウェイなんとか旗艦店というのが書いてあるのがまあ公式ストアなんですけど、ないんですよね、こうやって見るとね。だからここら辺注意ね。これ一番上にあるかこれでいいんじゃんとか言って思って買っちゃうと、旗艦店あのオフィシャルストアじゃない可能性があったりとかしますから、で、あ、ないなぁと、ないなぁ、なかなか見つからないなぁという時はファーウェイってブランド名で検索しちゃいます。ファーウェイっていうのに検索すると、あ、出てきましたね。これがオフィシャルストアです。ファーウェイジンドン自衛官報旗艦店、これね、わかりやすいね。自衛っていうのが多分そのオフィシャルって意味なんだろうね。旗艦店というのはフラッグシップ店だから。とりあえず、このストアに行きますと。はい、ありましたね。これですね。新品、ファーウェイ手配6 Pro ってなりますね。だからこれを押してあげると、ちゃんとしたね、オフィシャルのところで、ものが買えるという手はずになってるということでございます。はい。そしたら次は、カートに入れたいんですけれども、あ、今現状あれだね、売り切れちゃってるね。売り切れちゃってる。だから本来であれば、ここで、あの、カードに追加ってやりたいんですけども、そしたらちょっと今回は、なんか違う、あ、これでいいじゃん。ファーウェイバンド6でいいな。ということで、まあ、もし仮に皆さんが欲しい製品がこのね、ファーウェイバンド6だとしたらの話ですけど、こっからまあ、あの、製品を選んで、これカードに入れるということをやるだけなんですが、ここでね、一つね、注意していただきたいのは、海外配送に対応してるか否かというところをきちんと確認する必要があります。する必要がありますというか、海外配送に対応してない製品もあったりします。そういったものに関しても、そもそもこのカートに追加っていうのがね、できないようになってるんで、そういった場合はもう残念ながらジンドンでは買えないということになります。今回のこのファーウェイバンド6、もしくはファーウェイバンド6 Pro は、海外配送でできますので、カートに入れることができます。そういった製品の場合は、これ配達するっていうところ。いや、これ配送先を、これ、ね、選択する必要があります。こういうふうにね。これはね、番地の前までね、選択することができるようになってます。例えばこれ、
何でもいいですけど、東京都、足立区とかってやるとほら区まで選べるようになってるから、でこの状態でカートに入れるということをやってあげるわけでございます。でこれカートに入れるというふうにやると、もう Amazon とか AliExpress とか同じように、まあ、カートにこうやって追加されるというわけでございますよ。商品なんとか成功加入、なんとこれがもう買い物カゴってことなんだね。カートってことだね。カートに加入されました、入りましたということでございます。そしたらじゃあ次最後のステップですね。はい、カートに追加したら最後いよいよじゃあ決済をしましょうということでございます。ショッピングってこれショッピングカートのことだと思うんですから、ここを押してあげるとカートに入れた製品のところに行くことができます。そうするとほらこういう風にカートに入っている製品がドンと出てきますよね、うん、こういう風にね。はい、じゃあ例えば今回このねファーウェイバンド6を買いたいなという風になったら、これも Amazon とかありと同じだよね。欲しい製品だけチェックマークを入れてあげて、はい、そしたらここ、うん、これが決済っていう意味だと思います、うん、翻訳されてますけど、せんけど、これをまあポチッと押すと購入ページに飛んでいきます。そしたらここでやっぱり注意点なんですけど、住所ね、住所をきちんと正しく入力する必要がございます。ここがねやっぱりアリエクスプレスと同じで、正しく入力してあげないと届かなかったりとかする可能性があるので、ここは間違えずに入力したいところでございます。まず日本なので当然場所のところを海外にします。海外にして日本は中国語でリーベンみたいな、リーベンみたいな感じだった R なんで、リーベンなんだよね。だから R のところに行くと日本があります。一応大学で2年間中国語勉強してたんで一応ね名ばかりですけど、はい、リーベンなので合ってるのか分かんないけど、 R なので R のところに行くと日本がありますから、これを選んであげますと、そうするとさらに細かくこうやって分かりやすくね表示してくれてます。例えば、まあ、何でもいいですけど、東京都だったら東京選んであげて、で次分かんない、まあ、何でもいいけど足立区とかにします。そしたら次荷物の受け取り人ね、だからこれは皆さんのお名前を入れます。これは英語表記ね、第一高木、山田太郎だったら太郎山田という風に入れてあげます。で住所、これも注意する必要がありますね。基本的には住所もローマ字です。全てローマ字で書いてあげて、で書き方に関しては日本語の表記ではなくて日本語の住所を全てひっくり返してお尻から書いてあげます。例えば東京都千代田区神保町 123-4 とかだったら、ひっくり返してお尻からだから、123-4、カンマ、神保町、千代田区ね。千代田区、うん。東京、ジャパン。最後、ジャパンね。日本だから、ジャパン。みたいな感じね。で、電話番号に関しては、今こういうのも自動で、日本にしてるから、国番号81になってるんで、変更す、特にいじったりする必要ないんですけど、これも先ほど、ログイン画面のところで言ったように、080だったら、一番最初の0は消して入力します。だから、080だったら、一番最初の0を消して80。1234-5678みたいな感じでね、こういう感じで入力してあげるということでございます。で郵便番号に関してはいいよね、普通に入力すると。でこれに関してはこのなんかわかんないけど、これはメールアドレスね、うん、ほら注文のステータスを時間内に把握できるように注文のリマインダーメールを受信するために使用されます。でこれはアドレスエイリアスって書いてあるんで、これよくわかんないんだけど、この、先ほど入力してもらったアドレス住所が、どういった携帯のものなのかっていうことね。うん、一般の家なのか、まあ、親のところなのか、会社なのか、こっちってわかんないけど、普通にこれホームでいいと思います。これでは、受け取り人住所を保存ってやると、保存することができますと。で、次、配送形態を、選択することができます。はい。で、ここでちょっとね、一つね、からくりがあったんですよね。うん、俺が、今回注文した時は3日で届いたって言いましたけども、なぜ3日で届いたかと言いますと、実はこれね、俺、配送方法を速達にしていたからなんですよね。速達にしていたから。だから3日で届いたということなんですよね。だから、速達にすると、俺が今回、
使ったものと同じように、おそらくフェデックスになると思います。フェデックス。めちゃくちゃ早いね。とにかく早いです。フェデックス。これ頼むとね。早い。本当に3日で届くんだけれども、からくりがありますと言いました。何かと言いますと、送料がちょっとでかかるんですよね。130元かかります。130元。だから、約ね、2000円ぐらい送料取られます。これ、俺知らなかった。初めて使ったからさ、よくわからずに買っちゃったんだけど。で、ちなみにもう一個、この、統合輸送ってやつ。これはいわゆる通常配送ね。いろんな物品とガッチャンコで、コンテナで、輸送してくれるっていうもの。うん。これにすると送料は基本的に無料です。で、この統合輸送にすると納期がどれくらいなのかっていうのはちょっとね、わからない。で、まあ、配送形態を選択したら、ここね、打診、打探って、打探って、これがいわゆる、決済をするというところでございます。で、これを、ポチって押してあげると、決済画面に行くんですが、ここでさらにね、注意点がありまして、それは何かと言いますと、俺がこれ試してみた限り、基本的に決済に関してはなぜか、この、パソコンではね、できないんですよ。うん、この PC サイトでは、海外のクレジットカードはなぜか弾かれてしまいます。これはね、いろんな日本人のね、まあ、ジンドンの、使い方紹介してる YouTuber の方の動画とか見てみたんですけども、おしなべて、やっぱりブラウザというか PC で、決済をしようとすると、どのクレジットカードを何枚使っても弾かれてしまうみたいなケースが頻繁に起こってるらしいので、おそらくこれは、何、海外に住んでる外国人共通の問題なんだと思います。じゃあ、俺はどういう風にね、決済を完了させたのかと言いますと、アプリケーションを使いました。うん。なぜか、ジンドンのね、スマホのアプリケーションを使ってあげると、スムーズにね、決済ができたんですよ。だから、とりあえず、ここまで、パソコンでやってあげます。うん。アプリの方だと、さっきも言ったように、日本語とか英語に対応してないから、住所を登録して、配送も選んであげて、まあ、カートに入れてね、あとはもう決済ボタンを押すだけというところまで、このパソコンでやってあげて、で、アプリケーションをインストールしてあげます。インストールして、さっきと同じような手順でね、アプリの方にも、自分のアカウントにログインしてあげると、もうすべて設定された状態でカートにこの同じ製品が追加されてますから。そしたら、その状態で決済をしてあげます。うん。すると、まあ、きちんと、問題なく、どのカードを使っても、決済することができます。ちなみに俺2枚ね、別のクレジットカードで決済してみましたけれども、特に問題なく、購入することができましたと。はい。まあ、ここまでが、決済が完了するまでですね。はい。で、最後もう一点、はい、注意するべきポイントがあります。それは何かと言いますと、関税徴収に関してでございますね。前回の動画で関税徴収ありませんでしたというふうに申し上げたんですが、ちょうど昨日の夜ね、ポストに投函されてました。フェデックスの関税の請求書が届いてましたので、それを、皆さんにちょっとお見せしたいと思います。で、基本的にね、関税に関しては、まあ、物によってね、その製品がどんな分類のものなのかにもよって、まあ、変わってくるんですが、俺が知る限りですよ、うん。金額がね、1万6000円を超えてしまうと徴収されるという、システムになっているはずです。はい。で、今回ちょっとまあ俺はね、いろいろ、ちょっと今回のこのファーウェイバンド6以外にもというかね、いくつか実はポチってるんで、1万6000を超えてしまってるんですよ。で、今回俺2万円ぐらい分ぐらい買ってるんで、関税がかかってしまいました。いくらかかったかと言いますと、2200円ですね、2200円。うん。合計購入金額、まあ、2万円で、まあ、約2200円だから。うん、まあ、やっぱ、まあ、購入分の 10% ぐらい徴収されるということで、結構いい値段するよな。結構いい値段するんで、まあ、1万6000円を超えない範囲で購入するっていうのが一番お得かなというふうに思いますね。うん、はい。はい。ということでございまして、ここまでがジンドンの使い方でございます。はい。まあ、とにかく非常に便利でございますし、まだまだちょっとね、個人的にはまだ解剖できてない部分もかなりあるんで、まあ、そういうところもね、個人的には好きなんですよね。誰も使ってない、ね、よくわからない中国語のウェブサイトを使って、人知れず買い物をしている、この何かな、新しいものを吸収してる感じっていうかな。そういうのが結構好きなので、こういうね、俺みたいなね、新しいものが好きとか、こういうのが好きな人にとっては、かなり楽しい通販サイトになってるというふうに思いますので、ぜひともね、皆さんね、使ってみた感想とか、実はこういう裏技がありますよとか、こういう使い方ありますよみたいなの知ってたらね、ぜひとも教えてくれると嬉しいですね。はい、ということでございまして、今
回はこんな感じになります。参考になったと思ったらぜひとも高評価お願いいたします。あとね、チャンネル登録お願いいたします。もう少しで3万人突破でございます。皆さんぜひとも応援お願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。